聞きどころはやっぱりジョナサン・ノット氏の、まあ、プログラミングの面白さっていうところですね。彼そういう点あれなんですか、得意なんですか、そういうプロを作ることの面白さ、プログラミングがやっぱ面白いっていうか、あ、まあ、聞いても面白いし、あ、それからまあそのコンセプトっていうか、はいはい、実際に聞いただけじゃなくてその考え方自体も非常にユニークで面白いです。あ、そうですか。あ、まあ、近々記者会見あるからまた彼の話も聞けますけどね。あ、そうですか。へえ。でやっぱりプログラムにストーリーがあって、はい、1回ずつがその、まあ、2時間の演奏会を全部聞いてみて、はい、面白みが分かるっていう部分があるんで、はあ、その個々の曲目が、はい、1個1個の曲がどうだとかっていうんじゃなくて、はい、3つあるいは2つとかいう曲目を全部聞いて、それは自分が振らない分に関しても及んでるわけですね。まあ多少、ええ、なるほど。あ、でまあ自分のプランしてるプログラムに関しては非常にそこら辺の特にこだわりがあるわけですね。ものすごいこだわりです。やっぱりあのスザーンさんなんかとあれでしょ、考え方違うでしょだいぶ。うん、スザーン氏はまあ時代の順番にあの、ね、やってきたんで、ううでもそれがなかったらその時代がなかったらノット氏の一晩で、はいはい、現代曲から古典まで網羅するようなプログラムにはなかなか対応できなかったかもしれないですね。あ、その辺がまたやっぱ新しい音楽監督になっての魅力が出てくるっていうことですね。スダンが数年かけてやってたようなことを一晩でやってみたり、まあ、それがその同じ系統の曲目を並べてることもあれば、はい、全然違うものをこうくっつけてるようなこともあるんで、そこら辺が非常にまあユニークだと思いますね。あとあれですか、例えばソリストとかこれぜひ聴いてくださいっていうふうな形でいう定期のでも定期のあれでもいいし特別でソリストっていう意味では11月にエマニュエル・アックスさんがピアノで出演するんですね、はいはいはい、これはサントリーの定期演奏会と、はあ、ミューザ川崎シンフォニーホールで行われる名曲全集っていうので、はいはいはい、リヒャルト・シュトラウスのブルレスケっていう曲を弾くんですけど、それはまあ非常に大物なので我々も楽しみにしてます。ブルレスケのために彼がソロするわけですか。そうですそうです、はあ、それからもう思い切った気をというか、なんかもったいないような気持ちもしないでもない、まあ、曲自体は20分ぐらいで短いんですけど、まあものすごくテクニックも必要な曲だし、その演奏会のプログラミングも非常に面白いので、メトロノームだけ のリゲティの曲があるんですけど、はい、それを冒頭にやって、はい、ポエムサンフォニックっていう曲なんですけど、その曲をやって、はい、それからバッハ・ストコフスキー編曲の、天城死を来たれっていう、これも10分ぐらいの短い曲なんですけど、それをやって、それに続けてブルレスケを演奏して、で休憩の後がショスタコーヴィッチの15番の交響曲、これは死っていうのがこう、コンセプトになってるんですよね。メトロノーム、そのリゲティの曲も、まあ、メトロノームだけでオーケストラも何も演奏しない100個のメトロノームが違うテンポでカチカチ鳴ってるだけなんですけど、まあ、そのプログラムを全部聴いた後で思い起こしてもらうと、その意味が分かってくるわけですね。全部違うテンポで、でも最後は必ず止まっちゃうメトロノームっていうのを考えていただいた時に、ああそういうコンセプトがあるのかなっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。あとの定期なんかよくもこれっていうあれは売り物についてぜひ、まあ、ブルックナー・マーラーっていうのはもともとノット氏が言ってましたけど、うん、まあ、自分は現代曲っていうよりも自分のメインレパートリーは後期ロマン派だって言ってた、はい、まあ、それに忠実にマーラーの3番ブルックナーのシンフォニー、ここら辺も取り上げていくの でもう一つ面白いのは、これもサントリーホールの定期演奏会なんですけど、運命をやるんですね。で、まあ本当みんな
ジョナサン・ノットっていうと現代音楽ばっかり振ってるんじゃないかっていうイメージも、うん、持ってる人が多いんじゃないかと思うんですけど、うん、ベートーベンの5番を振りたいと去年突然言われて、まあ、非常にそこら辺の考え方が面白いというか、やっぱり彼の根底にあるのはドイツのレパートリーの中心的な曲が根底にあるんだなっていう、重要な意味を持ってるということですね。ただし運命をやるときでもブラームスのコンチェルトなんかとはカップリングはしないと。だからどういう曲とカップリングしますかっていうと、ストラヴィンスキーの感覚のための音楽、それからバルトークのピアノコンチェルトの1番なんかとカップリングするんですね、はい、うん、全然カラーの違ったものを3つ並べて、うん、まあ、リズムがそれぞれの作曲家で全然違うリズムなので、うん、あたや変拍子、ストラヴィンスキーは変拍子、バルトークはアフタクトのない世界、うん、からベートーベンはもうアフタクトだらけのリズムっていう、うん、その違うものを並べてそのプログラミングの面白さを出そうというわけですね。ああそうですか、これ大丈夫ですか。うん、大丈夫、濡れるだけですか。あと何かこれからのことに関して何かちょっと言っておきたいことはありませんか。いや、これからもやっぱり非常にノット氏との動向というのは注目されてるんだと思うんですけど、うんうん、皆さんの期待をいい意味で裏切りながら、幅広いレパートリーを、やっていけたらなと思います。でそれに、まあ、オーケストラもこうできるようにできたらと思っていますし、ね、あ、そうですか、ね、